北海道大学構内の雪景色です。札幌市の中心部にありますけれども、こんな自然豊かな美しい風景があります。F4 号サイズの紙にこの風景を透明水彩絵の具を使って描いてみたいと思います。こんにちは、水彩画の酒井です。2021年最後の動画となりました。今年1年ありがとうございます。皆さんにたくさん見ていただき、またチャンネル登録も3万人を超えることができました。ありがとうございます。今年は YouTube ライブも始めてみましたけれども、まだなかなか慣れないものですから上手にできていません。来年はまた頑張ろうと思います。このような場所で描いています。水彩のアトリエとは思えないような光景になっていますね。時代は変わったものです。それでは始めたいと思います。秋の風景などでは薄い黄色で形を入れていましたけれども、さすがに冬の景色で黄色の、絵の具で形を取るのはちょっと問題が出てくるかもしれませんので、薄いグレーを使っています。晴れてる日は屋根の赤とか、それから木に残っている緑の色も綺麗に見えてきますから、雪景色でも色彩豊かな色のバリエーションの富んだ風景になると思います。このように大まかに大体のものの位置関係を取ってみました。最初に塗った色が乾かないうちに違う色をその中にポンと落としていくような感じで、その中で色の変化をつけていきます。また細い線も筆をちょっと、これは今潰していますけれども、筆を潰して平らにすると細い線も描けます。筆を押し付けなければこの太い筆でも細いところ、それからある程度広い面積も一本の筆で描くことができると思います。ある程度色をつけていきましたら、少しティッシュペーパーで描きすぎてしまったところ、それから柔らかな変化をつけたいところは、これで絵の具を抜いていきます。その時にティッシュペーパーはあまり強く押し付けないことです。先ほどもお話ししましたけれども、
筆は紙の上で強く押し付けない方がいいので、それで、立てて書くと、筆をぐっと立てて書くと押し付けることができなくなります。ですから私はなるべく筆を立てて書きますけれども、その時に、右手で書いていますから、左手の上に、右手を乗せて、ある程度高さを取ることと、それから、そこに右手を乗せると安定して書けると思いますので、そのようなポジションで書いています。ここに、垂れ下がった木がありますけれども、奥の方にこの青い影が出ていますよね。ここを先に決めておかないと、木を描いてしまうとこの奥のところがなかなか描きづらくなりますから、まずここの影の、青っぽいところですね、ここを先に描いておきます。でそれが乾いたら、この左にある手前にこう垂れ下がっている木のところを描いていこうと思います。この手前の影のところは最終的にはまだまだ暗くするつもりですけれども、ここも青だけじゃなくて微妙にこの赤みを入れておくのがいいのかなと思います。この上にまたさらに青っぽい色をつけていきますけれども、少し赤みも入れていきます。それからこの雪が積もってるところですね、そこを抜いておきました。それからこの木のところにこう積もってる幹の太いところに雪が乗ってましたけれども、ここも白く抜かしておきましたね。なるべくこういうふうに計算をしてというか予想を立てて、暗いところをちょっと開けておいて白い部分を残しておくと、最終的に不透明の白を使う数が少なくなります。不透明の白をできるだけ減らした方が爽やかにできるのかなと思います。拡大するとこんな感じですね。今のところうまく白を残しています。屋根のこの雪のところも少し影が出ているところがありますから、少し暗めのグレーをつけておきます。この上にまだ木の幹とか、それから枝がついていきますけれども、そのあたりを描く前にある程度つけておかないと後ろの方のつながりが悪くなるかもしれません。この絵の手前のところに、グレーの影が出ていますよね。ここを今ちょっと描いてみますけれども、よく私お話ししますけれども、絵というのは手前の方を暗くすると落ち着きますよというふうに話していますが、ちょうどいい具合に手前のところ影がありましたので、ここをしっかり描いていこうと思います。この辺り、緑の葉も残っていて、それから、細かな枝が大変混み合った部分で、そこに雪も積もっているという非常に複雑な状態になっています。かなりこう調子がいろいろとあるので、この辺りを描いていかないといけませんけれども、あまりリアルに描いてしまうと少しうるさくなってしまうのかなと思いますので、その辺りをちょっと加減しながら考えながら描いていくようにしています。この辺りまで来ましたら、細かい部分を書き込んでいかなければいけません。
大きな木の幹のところは大体できましたけれども、まだ小さな木がたくさんありますね。この辺りと、それから、細い枝なども細かく描いていくようにします。一番手前のあたりは池になっています。それでこのあたりにもちょっと木の杭が見えていましたので、そこの部分も描いていきたいと思います。雪景色はやはり白の部分をかなり残していかなければいけませんけれども、どうしても細かいところは難しくなってきますので、また不透明の白を使いたいと思います。透明の白はどうしても乾くと少し鈍い感じになります。白く残したところというのは非常に鮮やかに白く残っています。まあ、この2つの調子ができるので、紙の色を残したところと、それから白を塗ったところで、差をつけていくとまた変化が出ていいのかもしれません。それとまた最後にちょっとお得意のこの、筆を叩いて白の点を飛ばして、うんと細かくこう雪が積もっているような、キラキラした感じを出してみました。これが終わったら一応完成となります。こんな感じに出来上がりました。これで2021年最後の作品とします。また来年もどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。